んにちは、ゆたかさん。はい、見ましたよ。なんで？私、佐々木朗希投手とのインタビュ ー、 なあ、すごい。いやー、なんかさ、はい、その時ね、広島とロッテのオープン戦だったんだ。オープン戦っていうか練習試合だったのかな、はい、で、報道関係がずらずらーって動くわけ、うんうん、何してんのかなと思ったら、はい、佐々木朗希を追っかけてるみたいな。あ、なるほどと思って、はい、で、雨天練習場で、うん、佐々木がキャッチボールする、うん、いうことでパッと行ったらさ、みんななんかこう座ってスパイクに履き替えてるところでさ、うん、履き替え終わってパッと立ったらめちゃくちゃでかいな。まあ大きいですね。こんなら大きいんだと思って。いや、190ぐらいあると思う。あ、近くあるんですね。いやいや、だって他のピッチャーが小さく見えたから。で、線は細いんですか？細い。あ、細いけど、うん、なんかこう体幹がちょっと強そうなっていう。誰目、藤浪投手っぽい感じですか？なんか見た目、まあ、すっごいよりはでかくないけど、はい、まあそれに近いのもある。ああ、やっぱ想像してたより大きいってことですね。大きい大きい。で、なんかこうキャッチボール前にこうストレッチを始めたんだよ。こういうストレッチかな。肩甲骨かな。肩甲骨がめちゃくちゃ柔らかい。やっぱそうなんだ。いや、めちゃくちゃびっくりした。もう肩甲骨がポコーンと出るんだ。変な手羽みたいな。ゆたさん入んない、肩甲骨。いやいや、俺こんな感じだから。ちょっと待って、肩甲骨こんないいんですか、それで。硬い。もともと、うん、いや、それで、キャッチボールが始まったんだよ。雰囲気があるよな。まあ、そういう目で見ちゃってるのかもわかんないけど、はい、なんかこう軽く投げて、ピシャッと投げててもスーッとボールが来るというか。で、まあ、ある程度キャッチボールが終わって平らなところで、はい、その前日にブルペンに入ってるから、うん、今日はブルペンに入らないということで、バッテリー間でキャッチャー座らせて平らなところで、はい、ちょっとこうなんだ、8分程度かな、うん、力的には。それでこう投げ出したんだけど、やっぱキャッチャーがそれと違うな。球が違う。やっぱ力が、力がで回転数も多そうな。だから、やっぱり素材ってすごいなと思ってさ、それを感じたんだ、はい、で、まあ、その投げてる雰囲気もすごくいいし、やっぱりいいピッチャーなんだろうなっていうふうに思った。で、その後にホテルでインタビュー、はい、待ったね。待った、どのくらい待ちました。いや、これは待つのが仕事だから、まあ、別にいいんだよ、我々はね、待つのが仕事だからいいんだけど、うん、まあ1時間半ぐらい待ったかな。ホテルの家ですることもなく、みんなお茶飲みながらね。1時間半ぐらい、うん、でも来てくれて、はい、で話をしたら、うん、やっぱ朴訥だな、うん、あんまりこう饒舌に喋るタイプじゃなくて、はい、で、まず聞いたのが、うん、疲れてないかって言った。で、東北の出じゃない、はい、で、沖縄なんか真夏みたいなもんじゃない。暑いですもんね。あ、いや、だから大丈夫かって聞いたら、うん、いや、まあ少し疲れてますと。それ気づかれもあるだろうって言ったら、いや、俺大学出て1年目のキャンプってめちゃくちゃ疲れたからね。それ何に疲れたかというとさ、やっぱ先輩たちに気を使うという、うん、で、佐々木も言ってたけど、いや、僕が一番下なんで、いや、一番下、もうそれ以下ないもんね。そうですよね、うん、いや、だから、まあ、そういうのにも疲れます、うん、あと、マスコミ、まあね、追っかけられるから、まあ、しょうがないですよね。もうね、鼻くそもほじれないよ。いや、だからほじってたら、お前取られちゃう、取られる、それで乗せられるというさ、鼻くそほじってたんで。いやいや、例えば面白いです。いやいや、例えばそういうことで、まあ、まあでもそうですよ。もう鼻がこんななったら、まあ、バチャ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 って鼻にこだわりますね。こんななってる、なんかまたね、そういうショットを撮りたがってね、乗せちゃったりとかもするし。それで、うん、まあ例えばさ、同じ160キロを投げる大谷を憧れにしてるのかなっていうふうに思ってね、はい、で、誰を目標にしてる、うん、それとも自分の理想があるかって聞いたときに、自分の理想だと。おわぁ、意外とこの子は賢いんじゃないかなって。その問いにね、いや、大谷さんみたいになりたいですとか言うんだったらさ、はい、誰でも言えると思うんだけど、なんか自分の理想を求めてる、うんうんうん、その理想は何なんだって聞いたら、はい、力で抑えるピッチャーになりたくないと。まあ、なりたくないっていうか、力もそれは もちろん、はい、もっとつけていきたいと、
でも四隅に決められる、コントロールということをよく言ってたよ。あ、意外ですね。いや俺も意外だった。あのパワーパワーで行くんじゃなくてってことですか、うんうん、で俺の経験では、はい、パワーピッチャーって意外にコントロールっていうのはアバウトなんだよね、はい、で力で抑えようとするんだよ、うん、でも佐々木はその1ランク上の感じを言ってたね。力はそれも必要ですと、はい、力もつけていきたいと思います。ただやっぱコントロールで抑えられるようなピッチャーを目指したいです、うん、あなるほどなと思って。今の佐々木投手っていうのはそのコントロールっていうのはどう？コントロールはまだね、プロのピッチャーから比べるとやっぱまだアバウトだし、あのそんなに良くないと思うよ、うんうん、だけどそこを目指してる。それと自分が 80% で投げて抑えられるぐらいの力をつけて、で四隅、うん、これさ今永がインタビューした時にさ、はい、今永も同じこと言った。それを今永はプロ何年か経って気がついてる。常に100で言ってたんだけど、80で抑えられるピッチングをし、ここって言った時に100が出せるピッチャーになりたいと、はい、そうやってくると1年間持つと、うん、佐々木朗希はその頭が今の段階であったから、でもまだ話を聞いてるとプロになる前にってことですね、うん、だから常に全力ではなくて、あ 80% の力でいっといて、ここって言った時に100を出せるピッチャー、それもコントロールが乱れずに。それってその、まあ、高校野球甲子園出られなかったですけど、うん、その高校野球 の, その予選でずっと投げてたじゃないです か,、うん、だかそういうところからも、うん、そういう考えに至ってるんですかね。いや、そうやらないと長持ちしないって言ってた。で自分はまだまだスタミナ的には、はい、あないと、うん、自分で自分をよく分かってる。今のことすごいですね。すごいで、はい、まあ、今永がこう投げてて肩痛めて、うん、復帰して昨年いい成績を収めて、そこに気がついたわけでしょ。だけど佐々木朗希は高校出て今気がついてるということで、その分早く気づく、まあその分早いから 80% も抑えられるってい う, こう感覚的なものは芽生えたんだと思うけど、だけど今からそういう考え方をしてるっていうことはすごく頭のいい子だなっていうふうに思った。そうですよね、うん、でね、チャラチャラしてない、はい、やっぱこう落ち着いてる受け答えも、うん、で言葉は少ない、うん、言葉のボキャブラリーも少ない、うん、まあこれからは増えていくんだと思うけども、だけどそこにはなんか非常に落ち着きと賢さっていうかさ、はい、そういうものを感じた。そうなんですね、うん、もうね、ほんと疲れてるよ。そら練習から終わって俺が待ってんの、インタビュー取るのに。まあ仕事とはいえ、まあそうですよね。で大人から受けるインタビューだし、ね、そうそうそう、このじじいが若い子にね、どうなのみたいな。疲れちゃうよねやっぱね。そうですよね。まあ俺は仕事だからしょうがないにしても、はい、やっぱ広報もやっぱ相当ピリピリしてるね。あ、そう、そう、いやそりゃそうだよ、やっぱ宝だもん。そうです。なんかあったらダメだっていうのもありますし、俺が写真撮ってたりとかするとさ、確認きます、あ、なんか載せるんですかみたいな、みたいな、いやいやいや何秒以内にしてくださいみたいな、いやいや別に YouTube に載せないからみたいな、マークされてマークされてみたいな、俺ちょっと悲しかったね。そうですよね。いやインスタに上げようと思ってたんだけどさ、やめた。なんか怖いもん、怖いもん、そうですよね、なんか後からね。そう、確かにあの肖像権とか一応あるし、だからちょっと怖いなもん、あげてないんだけど。あげてないんですか。じゃあフォルダにも入ってるんですか。入ってる。だからちょっと一生したらあげようかな。一生、なんでそこ、なんかちょっと弱気になってる。そうだ、弱気の豊かで。だからだって何撮ってるんですか。何にあげるんですかみたいな。いやいや、いやちょっとインスタなんだけど。宝ですから。宝。ほら、私ほらやっぱり
あの、まあ、斎藤投手もそうですし、あと大谷投手の時もそうですけど、ルーキーだから何か取られちゃいけないとか、まあね、なんかね、悪用されちゃったらっていうのもやっぱ守ってるんでしょうね。いや、守ってる、守ってる、新球団がね、うん、じゃないと守りきれないよね、なかなかね。まあそのぐらいピリピリしてていいと思うけど、うんうんうん、そのピリピリ感は佐々木には伝えてほしくないね、うんうん、見せないようにして、うん、ちょっと伸び伸びさせておいてやみたいな。そうですね、うん。で、佐々木投手、これ、開幕したらどういうふうな感じになるんですか？いやだから、どういうふうに判断するかだよね。もう少し下半身を鍛えるとか、うん、もう少し投げ込ませてっていうふうに思ってる可能性もあるよね。だから、あんまりブルペンに入る機会少なかったでしょ、うんうん、だから もっと投げ込んでもいいなと思ってたんだけど、うん、やっぱ徐々に活かしてるよね。無理、うん、そこは無理させず、まあ、無理させてないね。何月ぐらいデビューしそうですか？まあ、交流戦、あ、5月、うん、5月とか、うん、それかもうオリンピックの時が終わった後半戦、あ、じゃあ、まあ、7月後半、うん、8月とか、そうだね。あ、じゃあそこまでは、まあ、じっくりやらすかも分かんないね。焦ることはない、うんうんうん、焦って得することはない。そうですね、うん、だから、まあ、そういうふうに考えておいてもらえれば。じゃあその豊さんから、まあ、話している中で受けた印象で、佐々木としてはそういうなんかプレッシャーだとか、うん、例えば一軍で初登板の日とかあんまり動じなさそうですか？そういう、いや、やっぱ特別だよね。そこも、まあ、まあ特別、世界が変わりプロでの第一球、うん、これはやっぱ緊張すると思うよ。そこはやっぱりそっからスタートだから、うん、そこは逆に緊張してほしいよね。え、平気でしたみたいな。いやいやいや、どこまで心臓怪物なんだみたいなね。 そうそうそう、そこはやっぱもうワンちゃん緊張してほしい。じゃあ緊張してほしい。じゃあちょっとね、佐々木投手、はい、今シーズン、まあ、どこでデビューするのかっていうところもありますし、まあ、楽しみだね。そうですね、うん、楽しみで私たちもちょっと注目をしていきたいと思います、はいはい。